世界の頭脳は、イギリスの作家ハーバート・ジョージ・ウェルズが1938年に表した書籍。ウェルズは、タイムマシンなどの小説で名声を得た後、戦争を根絶するために、国際連盟の提唱などの社会活動を始めた。1920から30年代に展開した、新百科全書運動もその一つであり、百科事典によって、世界を知的に統合し、 世界平和の基盤とすることを目的とした。本書にはこの運動についてのウェールズの講演やエッセイが収められている。ウェールズの世界百科事典の構想はインターネットやウィキペディアの原型とも言える世界規模のネットワークや知識共有の提唱でもあった。目次は以下の通りとなる。本書においてウェールズは世界百科事典の構想を発表した。主な内容は 以下のようになる。ウェルズの運動には教育改革の提案も含まれていたため、当時は教育界から批判を受けた。また、運動の最中にはアメリカ合衆国を訪問し、フランクリン・ルーズベルト大統領と会見を行った。これらについては追放に書かれている。ありがとうございます。